はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。繊細ライフスタイルチャンネルの竹内です。毎度みたいな。はい、ですね、今日はね、テスバニアクオータラの中から登場しました。以前ね、もっと田んぼを畑にするにはっていう形で YouTube とかで、もしくは有料コンテンツをね、上げさせてもらいました。詳しくはね、下見ていただきたいと思います、概要欄の方ね。はい、実はですね、これがセスバニアクオータラなんですよ。こっち、ネムの木みたいな、これがセスバニア。まだまだ大きくなります。僕の身長がね、170なので、今現時点でも170オーバー180とかですね。はい、で今度こっち側のさらに背が高い、こっちがクロータラリア、はい、2種類のマメ科がねブレンドして巻かれてます。これはねクロータラリアっていうマメ科なんですけども、根腐れ退治とかね、なんて言えばいいのかな、猫伏せん虫除けに使われるマメ科の植物でもありますね。はい、でいずれもマメ科の植物で、このマメ科の植物の最大の特徴はですね、背が高くなる分同じぐらい根っこを土の中に張って、高盤層と言われている、元田んぼですから下水溜まるようになってるんですよね。そこをブツーブツ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 って1メーター50以上の根っこで直根で穴を開けてくれるってことなんですね。ですのでここ元田んぼなんですけども、やっぱ小麦の生育がちょっとまだいまいちなんですね。一回セスバニアクオータラリアを撒いたら、あ、ライ麦が1メーター以上になった、やっとこう小麦育てられるわって言って育てたんですね。そしたらやっぱりもう一声なんですよ。安曇野時代が懐かしいんですよ。火山灰道懐かしいみたいな形で、じゃあもう一回小麦終わった後に夏の間高盤層をぶち抜いてもらおうかなっていう形で撒いたんですね。最初全然雨降らなかったので、この乾燥に強いクロータラリアが最初に大きくなって、それからね、梅雨に入ったらずっと雨。そしたらセスバニア、水が大好きなので同じ量撒いてあるんですけども、水が多い田んぼほどセスバニアが元気で、乾燥した場所ほどクロータラリアが元気になります。でいずれもね、1メーター50、まあ2メーターぐらいまで背丈が伸びまして、窒素を固定してくれます。その窒素量たるやレンゲの4倍。すごいですよね、レンゲの4倍の窒素を固定する。なのでこれで花が咲いたらね、これを細かく刻んでもうすき込んであげると、根っこは窒素を固定してるだけじゃなくて、今度この上の有機物がね、窒素分がこれがまた土に返ってくので、小麦畑にはすごい良くなるんですね。で小麦を育てた後に畑にしてもいいし、また大豆育てて小麦やってもいいし、やっぱ水はけいまいちだなっていう時にまたセスバニアクオータラリアをね撒いとく。ただね、周りからはね、説明しとかないと耕作放棄地っていうあらぬ誤解をね受ける場合があるので、近隣の方にはね、これ緑肥って言って、レンゲの4倍窒素固定するんですよ、そして水はけよくするので育ててるんですって言っとかないと、あいつ田畑荒らしやがってって話なので要注意です。こんなね、セスバニアクオータラリアみたいな耕し方をスコップでもクワでもなかなか1メーター50以上耕せないですし、ましてやトラクターでもなかなかできないんですね。それを緑肥は5月に巻いて5、6、7、8、9、5ヶ月間で2メーターぐらい穴を開けてくれて、なおかつ窒素を固定してくれて、菌根気ネットワークを巡らせてくれて、そして土に帰ってってくれる、こんなありがたい存在はないですね。ぜひ皆さんも活用してみてください。夏限定のセスバニアクオータラリア、元田んぼを畑にするための必殺技でした。ご視聴ありがとうございました。